よ、何してんだ。お前ら、ちょうどいいとこに来たってばよ。おい、聞いてんのか。聞いてるよ。ってか、なんだそのまだらって。だから…あっ、だあっ、あまろ。なっとこらだ。お前の顔なんざこっちだって見たくねえよ。たく、俺は猫使いに生まれたかったっつうの。猫で、二人はここで何を。まさかデートじゃないだろうな。そいつに手だ。まっ、終わったっつ。なあ長次、なあ行こうぜ焼肉。とにかく食べ放題なんて嫌だよ僕。小食だから逆に500両がもったいないし、5人前なんて食べられるわけないじゃん。ねえねえ、あいつ今ウフって言わなかったか。ねえねえ、よかったら一緒にどう。ちゃん、やっぱりマダラが消えてからみんなの様子がおかしくなってる。なあ、あれだほら、鍋に入れるやつ。ああ、魚じゃねえし。今日ちょっと変だよ。違うわ、変なのは。さくら、もう君は英雄の子なんだから、ほら。一体なんで。そんなところで何を騒いでる。お前なんでこの里に。その顔、まるでお化けでも見たみたいだぜ。さくら、メンマ。お風呂ね。相変わらず見事なぺったんこだな。メンマは私の男だ。そこんとこ忘れんなよ。日向に初めて怒りを覚えたわ。メンマ、見てみ、猫耳だ。ああ、どちらかっていうと、お前からはワンワンが聞きたかったな。なあ、お湯が少なくなっちゃっただろう。なりなり、近丸がバカで、なんか見てるだけでイライラする。お前こそいちいち反応するな、鬱陶しい。違う、こっちだ、もっとこっちを向け。このキャ、まさか。しまった。ミジニーの野郎、ぶっ殺す。なんだ。ねえロックリー、修行とか言ってたくせに覗きしてやがったのか。違います。わざわざ風呂屋の屋根で。ネジ兄の前にまず貴様をぶっ殺してやる。おい、てめえが言うな。ちょっと火なんて出したんま。やろ、逃げたぞ。俺らが知ってるみんなの特徴が逆になってるような。いや、あいつは変わんなかったな。忍術を使えないくせに私たちから逃げ切れると思ったのよ。違うんです。屋根伝いにジャンプする修行をしていて、何かに引っかかって、それで。メンマ、みんな落ち着いて。